指を入れるとうなぎが寄ってきてかじっています。お腹が空いているのかもしれません。食べ物でないと気づいたみたいで逃げていきました。このぐらいのサイズのうなぎに噛まれてもあまり痛くはありません。大きいのが来たので手をどけます。指を入れてうなぎが噛んできたらお腹が空いているかもしれませんので餌を少し与えてあげてみてください。